演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、アンドロメダエチオピアコーヒーヤルガッチャフェコナコ黒コナというものを飲んでみたいと。なんかすごい名前ですね。宇宙を感じられるコーヒーということなのでしょうか。どんなコーヒーなんだ。ではおっと、袋を破った瞬間にもうコーヒーのいい香りがしていますね。中身は特に普通のよくあるようなコーヒーですね。このぐらいの分量でいいのかな。香りは結構いいです。中身、まあこんな感じですね。ではお湯を注ぎます。はい、こんな風になりました。では飲んでみます。で、これまた怪しい。これ、ペーパードリップタイプでした。うわー、やっちゃったな。これじゃ味が感じられない。このままでは終われない。リベンジです。今度は失敗しないぞ。はい、今度こそうまく入りましたね。ちょっと多かった気も、量が多い気もしますけど。では改めまして飲んでみます。これこれ、この味わいこそコーヒー。結構多めにお水、お湯を入れたんですけど、しっかりとコーヒーの苦味が生きていてとっても美味しかったです。甘いものによく合いそうですね。なんか今気づいたんですけど、同封されていた冊子にはこういうこのコーヒーに対する裏話も記載されていました。こういう裏話も楽しめるっていいですね。それも含めて先ほどの5点とさせていただきました。それでは、夏の夜、シンデレラなのに不幸けり。夏の夜は短いですからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。